岡市内で15店舗を展開する自転車の専門店カイト。最もお手頃な26インチのいわゆるママチャリタイプは現在2万5800円で販売していました。店の人によると去年は2万円を切っていて、この1年でおよそ6000円値上がりしています。いや、高くなってるなって昔に比べたっていう感想、率直に高い、自分の中で高い切り替えとかいろいろついてるから、まあそこは多少ですねかかるのかなとは思います。色が綺麗、友達と遊ぶ時とか塾に行く時とか。自転車の平均単価は電動アシストなどの機能が充実したこともあり、20年前と比べると 74% 上昇していて、特にこの1年は物流費や円安などの影響で急激に値上がりしています。辛いです。めちゃめちゃ辛いですね。まあ、ディスカウントだったりアフターフォローだったり、まあ、メンテナンス次第で結構寿命も変わってくるので、そういう面で接客させていただいてますね。来月のクリスマスシーズンは自転車を求める人が増えるため、早めの注文がおすすめだということです。自転車が入ってくる来ないが問題があるので、来ていただいてまたがってサイズを確定する、もう要は早めに進めさせていただくっていうのが一番伝えてるところかなと思います。こちらがバンドになります。これで自転車電車の中の柱にこうくくりつけて固定をしていただく形になります。はい、JR 九州が始めたサイクルトレインの実証実験、土日と祝日を対象とし、筑肥線の筑前前原駅と唐津駅の間を1日3往復運行します。日の松原で降りて、それからちょっと松浦川のちょっとボートの練習場にちょっと行ってですね、見てから帰ろうと思います。唐津まで行ってなんか美味しいもの食べてこようかなと思って。では実際に私も列車にこの自転車を乗せてみたいと思います。おお、唐津まで行ってみます。サイクルトレインの利用者は乗車券に加え自転車を固定するベルトの貸し出し料1500円がかかりますが、指定場所に返却すると1000円が払い戻しとなります。自転車とこう電車という新しい形でですね、自転車でしかこう行けないような新しいスポットであったりとか、まあ、そういったところを見つけていただいて、まだ筑肥線のご利用者ですね、お客様を、どんどん増やしていきたいなという目的でございます。 JR 九州はこのサービスによって新たな顧客の開拓と沿線地域の活性化を図りたいとしています。JR 九州が実証実験を始めたきっかけの一つ、それは沿線地域である糸島市観光協会のレンタサイクルでした。現在24台ある自転車は平日でも午前中にはすべて貸し出しとなるほど人気で、この日も県外の観光客が次々に利用していました。車借りれなくて、なんかそれなら自転車で景色見ながら回ってもいいかなと思って。自転車の方が小回りが効くというかそういうところがあったので、まあ気持ちいいですし自転車にしました。やっぱり風が気持ちいいところ、それに尽きると思います。糸島エリアはインスタなどの影響で人気の観光スポットとなり、最近は県外の旅行客も増えています。そんな中、自転車は環境にも優しく渋滞の解消にもつながっています。道の狭い糸島にそんなにたくさん来て、地元の人たちにもストレス、来られる方もストレスを感じるよりも自転車を利用していただいて、お互いにストレスのないような街を作っていきたいなと思っています。